んにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書過剰性と希少性の解説をやっていきたいと思います。過剰性というのは程度とか量が適切な範囲を超えているということ。今回の文章では人間がもっともっとと際限なく求める欲望を指しています。で、人にこの過剰性があるから希少性が現れてくる。みんなで分けたらうまく分けることができるのに、一人が余分にたくさん欲しがるからそのものがどんどん少なくなっていく、あるいは少ないものをみんなで取り合うということが起こるわけ。そう、人の欲望が増大した時、利用できる資源が少ないと感じる。これが希少性を生み出しているんだね。そしてこの過剰性と希少性が資本主義を形作っている。これは一体どういうことなのか、今回の文章を一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。貨幣、お金は有用性を持つのか役に立つのかといったら役に立たない。これはどういうことかというと、それがお米だったら食べることができるよね、車だったら乗ることができる、でもお金はそれそのものでは何の役にも立たない、ただの紙とか金属の破片にしか過ぎない。そう、貨幣というのはそれそのものでは使うことができない、特定の使用価値とか有用性を持たない、ゼロシンボル、つまり純粋な記号表現であるということができる。記号というのはそのもの以外に別の意味を持つことを記号という。例えば赤信号はもともとは赤いライト、ランプだけど、それは道路において別の意味を持つよね。そう、止まれという意味、これこそが記号表現ということができる。こういうふうに物には例えば鳩とかスーツとかそういったものにはそれぞれの記号表現があるんだけどね、例えば鳩だったら平和の象徴とか、スーツだったらフォーマルな着こなしとか、そういった意味は持つだろうけど、鳩それ自体にも意味はあるし、スーツそれ自体にも服としての意味はある。ところが貨幣はそのお札とかコインというものには物としてほとんどの意味がない。それに比べてその1万円札とか500円玉が表すものは非常にしっかりとした記号的意味を持っているよね。だから貨幣は過剰な記号ということができる。物それ自体の意味は削ぎ落とされ、記号としての意味が誇張されていってるということ。そんな貨幣だから物をグレード付けすることができる。例えばある物の値段を評価しようとした時、これは米1キロ分だなとか5キロ分だな、こういった言い方はしないでしょ。だって同じ米1キロでも値段が違うんだから。ところがね、貨幣ならこれは1万2000円とか、こちらは30万円とか、すっきりと数字でグレード分けすることができる。こっちの使い古された1万円と新札の1万円札は記号としての価値が全く同じとみなされるからね。実はだからこそ、そんな貨幣だからこそ過剰性の原理が働くことになるの。この過剰性というのは際限なしにもっともっと欲しくなることができるという意味なんだけど、これがね、もしお米とか水だったとしたら自分が食べる分、使う分だけがあれば十分だよね。そんなたくさんお米とか水をもらったって使い切ることなんてできないんだから、そういった人間の生存を維持するための必要不可欠な食料などは実際に人の役に立つ有用性の原理が働いているんだけど、過剰性の原理が働く貨幣は際限がない。誰が自分は10万円持っているからそれで十分だと思うだろうか。もし誰かに100万円あげるよって言われたら絶対それもらうよね。で、それが1億円持ってるとしたら、これは億万長者だからすごい、こういうふうに他の人からは思われるかもしれないけど、億万長者は億万長者でもっとお金を増やしたいと考えるに違いない。1億より10億、10億より100億、100億より1兆。ねえ、そんなにお金があってどうするの、こういうふうにみんな思うかもしれないけど、1兆円を超える資産の持ち主は世界中に何人もいるし、彼らはその資産をさらに増やし続けている。これが過剰性の原理が働いているということなので、この過剰性の原理こそが希少性の原理を生み出す。経済活動によって希少な資源、例えば宝石とか別荘とかプライベートジェットのような世の中にはたくさんないような資源がそれぞれ値段が付けられて、
その金を出せる人に配分されていくんだけど、でもね、実はこの希少性というのはもともとそこにあるわけではなく、人が持つ過剰性によって、本当は必要がないものを必要とするという欲望によって、そのもの資源がなかなか手に入ることができないという状況が作り出されている。そういわば希少性というのは作られたもの、少ないように見せかけられているものに過ぎないというふうに言うんだね。これはどういったことかということを考えるときに、ポトラッチの原理について理解しよう。ポトラッチというのはアメリカ大陸のインディアンに見られる贈与贈り物の風習のことなんだけど、そこではね、まず相手側に大量の贈り物をして、自分の凄さ、こんだけ豊かなんだぞということを見せつけるわけ。それに対して相手は必ずそれを受け取って、後日それよりも大きな返礼をしなければならない。こういうふうにお互いの財力を相手に見せつけ合うんだね。ただこういうことが何回か繰り返されると、どちらかが先に返礼できなくなってしまうでしょ。そうすると返礼できない側は相手に屈服したと見なされるわけ。でもさ、そもそもその贈り物ってそんなにいるかな。相手が受け止められないほどの贈り物、いや、人間が生きていくのには必要じゃないんじゃないだろうか。でもね、そういうふうに考えてみたら、1兆円とか別荘とかプライベートジェットだって人間が生きていく上であまり有用だとは言えない。必ず必要とは言えないよね。でも人は他者、他人から認められたい、承認されたいといった欲望を持っているし、でその後は他者より優越したい、相手より自分の方が優れているということを示したい。だからそこで競争が起こって過剰性がそこで働いてくるの。人は本当だったら必要とないものまで欲しがり出す。それは宝石かもしれないし、高級バッグかもしれないし、ブランド物の時計かもしれない。そういったものを持つことで自分が他の人より優れている、そういうことを社会に示せるわけ。他にもね、社会的地位とか名誉だって同じだよ。人は本当に最初から社会的地位とか名誉が欲しかったんだろうか。いや、それは後の社会の中で活動するうちに他の人が持っているのを見て、あ、自分もああなりたいなと思って後で欲しがり出すものだよね。自分だって会社の社長になって大金持ちになりたいとか、アイドルとかスターが羨ましいとか、確かにそういった名誉とか地位につける人はその社会の中でほんの一部でも、それを大勢の人が取り合わなかったとしたら、そこには希少性は生まれない。そこに合っている人がその道を進んでいくだけのこと。他の人は無理にそれを求めて別の人と競争したりすることなんてない。そう、欲望というのは他の人が持っているものを見て刺激される。そして自分も欲しい、自分もあんな人になりたいね、クラスメートが持っている iPhone 私も欲しい、こういうふうに欲望を相互に模倣し合うことによって、真似することによって他人が持っているもの、あるいは欲しがっているものを自分も欲しがるっていうわけ。でもさ、考えてみて、スマホにしてもブランドのバッグにしても、時代が違ったらそれはこの世に全く存在しなかったものだよね。その時代に生きる人たちはそういったものがなくても全く不自由なく生きていたのに、なぜ現代人はそういったものを欲しがるんだろうか。答えは、そう、他の人が持っているから、他の人が欲しがっているから、自分も欲しがるんじゃないだろうか。そしてそれを手に入れることができない人がいるのに、自分がもしそれを手に入れることができたら、そこには優越感がある。このように生活の必要を超えた、必要財を超えた社会的財、財産というのは、人が持つ欲望によって社会的に形成されていく。みんなが欲しがるから、ブランドバッグに価値が出て、宝石に価値が出るっていうわけ。じゃあみんなはあるものにどれぐらいの憧れや欲望を抱くんだろうか。その欲望というのは距離によって生み出されるという。もしそれがみんなの身近にあるもの、いつでも手に入れることができるものだったとしたら、それに対してみんなは欲望を抱かないだろう。たとえそれがものすごく大事なものだったとしてもね。例えば空気、みんなはスマホとかブランド物の服を欲しがるようには空気を欲しがらないよね。でも空気はすごく重要なのに、これは一体どういうことだろうか。実は欲望というのはある別の人たちと競争する、競合するからこそそこに欲望が発生するの。空気は他の人たちと取り合わなくても自分で思う存分吸うことができるから、そこに欲望は発生しない。でもね、それが1万円とか10万円するものだったとしたら、そこに買える人、買えない人が出てくるよね。そしてそのものを手に入れるかどうかは貨幣、金額によって測ることができる。例えば10円のものを手に入れるのは簡単だけど、10万円のものだったらなかなか手に入れることはできないよね。だからそうやって高価なものほどそれを手に入れるまでの障害がある、距離があると考えられ、だからこそそれを手に入れたいとして欲望が発生する。
するの。で、そうやってある製品を欲しがっている人を見て自分も欲しくなる。たくさんコマーシャルを見せられて、ものすごくその製品のことは知っているけど、なかなか手に入れることはできない。ね、世の中にそれを欲しがっている人がたくさんいるみたい。こういうふうに他の人が欲しがるのを感じて自分もそれを欲しくなる。こういう相互模倣的な欲望というのが、そのものに対する欲望を一層生み出していく。でもね、考えてみて、人はそもそも自分が本当に欲しいものが何か分かっているんだろうか。先ほど言った通り、スマホだって、ブランドのカバンだって、あるいは宝石だったとしても、他の人がそれを欲しいと思わなかったら、人をみんなは欲しがらないんじゃないだろうか。もしスマホを誰も使っていなければ、自分一人がスマホを持っていたとしてもつまんないよね。だってそれを使って誰と連絡を取ることもできないし、そこに面白い YouTube が流れてくることだってないだろう。また夢だってプロの野球選手になりたいとか YouTuber になりたい、こういうふうに思ってる人はいるかもしれないけど、それっていうのは、それでうまくやっている人を見て、ああ、自分もああなりたいな、こういうふうに思ったんじゃないの？そう、確かに私たちは何かを欲望するんだけど、自分が本当に欲しいものが何かということは実は分かっていない。だって時代が違ったら、プロ野球選手になりたいとも、YouTuber になりたいとも思っていなかったはずだからね。でもね、だからこそ私たちは、そういった自分が何になりたいのか、あるいは何が欲しいのか分からない部分、空虚な部分、空白の欲望を他者の欲望によって埋めようとするの。他の人が欲しがるものを自分も欲しがることによって、自分が欲しがるもの、欲望というものを形作っていくわけ。ただね、そうすると他の人がたくさん欲しがっているから自分も欲しいということにつながり、そこで競争が起こるの分かる？そうだよね。プロ野球選手になる人はほんの一部しかいないし、ブランドバッグを持てる人だってほんの一部しかいない。プライベートジェットを持つ人だって世の中にそう多くはないだろう。でもみんなが欲しがるから、その少ないものを欲しがるから、そこでエミュレーションが起こる。エミュレーションというのは模倣的競争という意味なんだけど、みんなが社会的名誉とか地位とかいろんな虚栄をめぐって、そこで争いを始める。で、これがね、ゴールがあるコンペティション、ある基準のもとにその試合が開かれて、誰が1位で誰が2位か結果がはっきりと出るというものなんだったら終わりがあるんだけど、この競合的な模倣的競争、エミュレーションにはゴールがないの。だってそうでしょう。私はこれぐらいの家を買いました。すると別の人がもっと大きな家を買いました。そうするとまた別の人がもっともっと最新式の大きな家を買いました。こういうふうに際限なくどんどんと競争が続けられ、人がその優位性をずっと保ち続けることができない。そうすると1億円より10億円、10億円より100億円と欲望がどんどんとエスカレートしていく。まさにこれは過剰性だよね。たとえそのもの自体をその人が個人的に欲しがっていなかったとしても、ね、落ち着いて考えてみて、そんなめちゃくちゃでかい豪邸、本当にその人は欲しかったんだろうか。 iPhone16 は iPhone10 と比べて本当に自分が欲しがっているものなんだろうか。いや、そうじゃないと筆者は言うんだね。例えば昔から上流階級の人がそれを使ったり着たりするから自分も欲しがるということが起こっていた。例えば女性のお腹を強く引き締めるコルセット、これはね、着ているとめちゃくちゃ苦しいそうだけど、みんながそうしているから自分もそうしたい。人はそういう風に考えてそれを購入して着るようになるんだね。そうして人々は自分の力とか地位を示すいろんな贅沢品を使ってお互いにコミュニケーションを取る。私はこの前の夏休みにハワイに旅行に行きました。いや、私はパリに旅行に行きました。こういう風に欲望を相互に交換することによって、あ、私まだそこの場所に行っていないから今度行ってみたい、こういうふうに思うわけだよね。つまり私たち人間は生活する上で欠かすことができないもの、必要とされるものを求める欲求と社会的な次元を持って相互模倣によって生み出される欲望があるっていうこと。欲求で求められるものはお米であったり、それがもし足が不自由な人だったら義足であったりするだろう。それに比べて欲望されるものはその人自身が求めているというよりかは社会的に価値があるとされているもの、高級車であったりブランドバッグであったりする。お米など必要なものは有用性の原理で動いていて、高級車などは過剰性の原理が働いている。わかる？つまり欲望というのは過剰性によって生み出されるの。みんながそれを欲しい欲しいと
集まってくるから、その人々に対してそのものが足らなくなる。宝石だってあんなたくさんの人が欲しがらなければ、それは道端に落ちている石ころと何も変わらないでしょ。まあちょっと綺麗だから子供が遊びに使える程度のもの。ところがね、そのものに対する欲望が強まれば強まるほど、そのもの財貨は希少となっていくわけ。だから貴重品はますます貴重となる。宝石の値段はどんどんと上がっていき、大谷選手の50号ホームランのボールは6億円を超える値段がついた。人々の欲望によって地位とか名誉とか虚栄といった相互模倣の社会的価値が作られていき、それこそが人々にとって貴重なものを生み出しているの。それらはもともと最初から貴重だったわけではないんだね。そしてこの希少性は過剰性の原理の中でこそ生み出されるということが分かったと思う。そうだよね、みんながそれを欲しがらないと、ブワーッと大谷選手のホームランボールにみんなが群がらないと、それはただのボールとなってしまう。以上の説明から分かることは、貨幣というものが物との距離を生み出す。あのものを買うには1万円する、あれは10万円、あれは100万円というように、自分と物との距離を測るのが貨幣となるわけ。これがもし貨幣がなければ、そのものに値段がついていないんだから、その物との距離は意識されず、それに欲望を抱くこともない。これは例えば空気とか自分の親なんかがそうだよね。そこにそれがあるのが当たり前になっているとき、それをお金で買うことができないとき、その物との距離は測ることができないし、距離がないからこそそれを欲望することもない。ただね、人が他者と同様のものを手に入れたいと思うとき、つまり人の真似をする模倣的な欲望を持つとき、それは貨幣によって距離を測ることができる。ある商品は限定商品だから価値が高い、つまり値段が高い。それがもし世の中に溢れるぐらいあったとしたら、その商品の値段は下がっていき、誰でも簡単にその商品を手に入れることができる。そんな状態ではその商品に誰も欲望を抱かないだろう。これがどうしても欲しいなんて思わないだろう。そう、人が同じものを欲しがるとき、バーッとそこに人が集まってくるから、そこに希少性が出てくる。そして値段も釣り上がっていき、お金で測ることができるその距離はどんどんと広がっていくっていうわけ。ここに資本主義のからくりがある。人が貨幣というゼロシンボルを作り出したことによって、そこに過剰性が生み出される。それまではね、米をたくさん持っていることがその村の中で富を持っているということだった時代もある。でもね、お米というのを貯蔵するには限界があるし、持ち運びも不便だし、使い勝手が悪い。そこで物としての意味が失われた貨幣が登場する。昔はその貨幣も金と交換ができた。つまり貨幣を持つということは金を持つことと同じことで、それが大判小判だった時代もあるし、紙のお札になってからはその紙のお札もいくらの金と交換ができるといった取り決めがなされている時代もあった。これを金本位制と言うんだけど、今から50年ほど前にこの金本位制も終わって、政府は大量に貨幣を発行できるようになった。そう、資本主義が発達するためには多額の貨幣が必要となってくる。ポトラッチの原理が模倣的競争を生むように、人々は貨幣を使った際限のないレースに巻き込まれるようになる。給料が10万円だという人もいれば、100万円だという人もいるし、1000万円だという人もいる。資産だって1億円とか10億円とか1兆円とかっていう時、そこにある貨幣はただの数字にしか過ぎないんだけど、非常に大きな社会的意味を持つようになる。そしてお金や貨幣はいくらでも発行することができるんだから、それが1億円であろうが1兆円であろうが、どれだけでも際限なく自分のお金を増やしていくことができる。で、そうやって世の中に貨幣が出回ることによって、いろんなものとの距離が貨幣によって測ることができるようになる。これは1万円、あれは100万円というようにね。で、そうするともちろん手に入れることができない高い値段のものには希少性が生み出されているっていうこと。1万円の宝石ならば頑張って買うことはできるけど、100万円の宝石となるとなかなか買うことはできない。これがもし100億円の宝石となると、この世界中でそんな距離にまで手を出してそれを手に入れることができるのはほんの一部の人だけだろうね。そうすると人は他の人と優劣をつけるために、今度はその100億円の宝石ではなく1000億円ほどする宝石が欲しくなるかもしれない。こうして貴重なものの値段はますます上がっていき、人々のそのものに対する欲望はますます膨らんでいく。そのものの希少性が高まって価値が高まっているということだね。そうするとその人々の欲望を満たすためにより多くの貨幣が必要となる。じゃあみんなはどうやってその貨幣を手に入れることができるのだろうか。
そうだよね。その人々の所得を生み出すために、たくさんのものが生産されなければならない。人は会社に行ったり、会社を作ることによっていろんなものを生み出したり、サービスを生み出したりしている。そうやって経済活動をすることによって多くの貨幣を得る。で、その得た貨幣はまた別のサービスやものを手に入れるために使われるっていうわけ。こうやって人々は労働や経済活動へと強制されるっていうわけ。この仕組みこそが資本主義だね。つまり過剰性の原理と希少性の原理というのは対立するものではなく、過剰性の原理があるから人々が際限なくもっともっとと欲しがるから、そこで欲望が生み出され、その欲望が他の人々と重なってくるから、一つのものに人々の欲望が集中し、そのものの希少性が高まる。そこで希少性の原理が働くっていうわけです。いいですか？以上がこの現代社会で行われていることだったんだね。どうですか？今回の授業分かりましたか？自分はどうしてそのものが欲しいのか、こういうふうに突き詰めて考えてみると、それは本当は自分が欲しかったものではなく、周りの人とか時代に合わせて自分がそれを欲しいと思っているに過ぎない。で、それこそが現代の資本主義を動かしている欲望の源だったということが分かる文章でした。いや、じゃあ人間はどうやって生きていけばいいのか、こういうふうに思うかもしれませんが、まず今回の文章をしっかりよく読んで、自分たちが巻き込まれているこのシステムについてしっかりと理解を深め、その上でもう一度自分の人生を見つめ直してみてください。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って解説動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。